じゃあこれね、前回合体したね、クロサイです。クロサイいいね、クロサイ。ということで今回はね、ザンブラキオゲッツ、ブラキオゲットね、このブラキオタンク5号 A をねゲットしてきたんで、これを組み立てようと思います。いやなかなかかっこいいぜ。ウソップとサンジがついてるのか今回はね。めっちゃ嬉しいな、俺の大好きなサンジとウソップが。でブラキオタンク5号 B の方はゾロとチョッパーだ。やべえな、早く B もゲットしよう。あと少しで変態ができるぜ。ということで早速ね、開けようかな。よし、でまずはカタン。結構重いんだよねこれね、今回。おーい、おー、これはフランキー将軍の顔の部分だね。なかなかいいぞ。おーすげー、シールもたくさんあるな。俺シール貼るの結構苦手なんだよね。ということでね、じゃん、中身はねこんな感じになってます。じゃあちょっとこれ組み立ててくるから、ちょっと待って、よっ、じゃあ完成、ブラキオタンク。いやこの顔すげえかっこいい、カエルみたいな顔してんだよね。ほらすげえ目がちゃんとついててね、じゃん、海賊。なかなかかっこいいね、ブラキオタンク。左右が気に入ったかも。あとこの裏も開くんだよね、ちゃんとここザンって開いてね。ほらすげえ、ブラキオタンク完成。サンジとウソップ、だーん、これかわいいよね、このちっちゃいシリーズで。でこっちにフランキーとね、ブルックとね、ルフィがいいんだけど、今回はこのウソップとサンジだったね。サンジ片足なんだよね、ほら片足、片足で立ってるというこの奇跡、サンジのバランスで、すぐにこけるというね、サンジは。でこのブラキオね、よっしゃー、これ A だよね。で今度は B か。今回はこのブラキオタンク5号 A だったんで、次回はねこのブラキオタンク5号 B をゲットしてきて、ブラキオタンク5号へ合体させたいと思います。ということでまた次回ね、フランキー将軍でお会いしましょう。バイバイ。サンジね、なかなか立ちにくいけどね、これ気に入った、すげえかっこいいタンク。サヨが気に入った、このサヨがね、タンクの方が好きだな。じゃん。ということでバイバイ。